さあ今回もオーバーダンジョン続きやっていこうと思います。さあ前回からバリーを使ってるんですけど、まあ今ねバリーの追憶というデッキを見ていまして、まあ、何がねいいのかなと見てるんですけど、まあ剣がね、まあ、このキャラクターでは大事 で建物と剣を兼ね備えるこの監視塔欲しいなと。これ強いですね。味方に剣が一つ以上付与されるたびその味方にバリアを付与する建物で、まあ、これ自体に攻撃力はない。挑発があるね。まあ、挑発が全然ないので、ちょっとそこを込めてほしいね。建物はこのデッキだと、監視塔と最初のクロスボウしかないのかな。まあ、基本アタック、剣で行くと。挑発系がないね。キャラとして欲しいんですけど、早めに決める感じかな。今んとこね敵に殴られてるんで、それがね結構痛いなと。さあまず回復しましょう。さあここ大事ですね。ステージ2のボスいけるかな。さあこれは光り輝く鏡、カードをデッキに加えるたびアップグレード済みの複製を1枚追加する。これめっちゃいいな。お金ないからこれしかないね。他見ようかなって思ったけど、まあじゃあ戦闘しましょう。真ん中行ってエリートかな。ユニークエリートか。さあお金ね使って、なおかつ今借金があるので、できる限り早くね返済したい。でこれ終了時に1ゴールド失うで、なくなっちゃうと20ゴールドゲットして借金カードを増やすわけですよね。そうなる前に終わらしたいというところで、この戦闘で最後に廃棄されたズルイはまだないかな。サルベージはまだ使わないとして、ライカロケットプラスダイスで振り直すか。バリアつけとくかな。バリアで剣つけましょう。武器を手に取れね。ここでまず事前準備して、馬と剣、剣、まあ、魔力か。ウサちゃん、アルパカ行け。オーバーロード。同じ名前、いや、これはいいから使おう。はい。羊が大量に行って終わりじゃない？できる限りターン立たない方がいいんだよね。借金があるから、まだ1しか使ってないので、多分このまま終わるの待った方がいいかなと。剣もあるんでね、時間を稼ぐと。いけ、頑張れウサギたち。剣があるから死んだら死んだで、こっちの有利な状況になるはず。 OK。 で千本桜があるんでね、最悪決めきれるからね。お金入って返済いくらいるんだろう、ちょっと見に行こうか。さっき言った星に願いを。呪文カードがないから無理か。戦闘中で経過したターンにつき5魔力。魔力もだいぶ溜まってるんでね、本当にアタック剣で攻め切ろうというところで、できたらねこのアニマル系は敵のねヘイトを稼いでくれるやつがいいんだけど、まあ、こっちかな。売れないかな。そういえばね持っとくか。結構手札入ってるな。ショップは真ん中にないといけないね。あれも、あ、左、もう一個左か。エリート戦闘か、なんかあげようかな。じゃあ1枚強化でライカロケットめっちゃ使うんで、これか千本桜。盾もいいね。どうなるんだろう。何これ。あ、廃棄消えるんだ。これだな。じゃあ、あ、ショップあるじゃん。てかまず見ますね。借金カード消したいでしょ。多分20だよね。よし行こう。セール中。返済、返済。なくなったお金。サービス売却、
で、さっきゲットしたね、これ願いを。これ売りましょう。1枚までか。で、アライカロケット売ってる。リーダーに100ダメージで犬が出るんでね、ちょっとこれはね、欲しいな。マルクも増えていくんで、だいぶ使えますし。か、まあ敵の目を引くキャラかな。コメントで動物対象位ってやったんですけど、ちょっとそこをちゃんとコールするべきだったね。全然敵を抑える動物がいないから今めっちゃ困ってますね。羊4体召喚、この戦闘中に使用した無限の夢、まあこのカードね、1回につき追加で4体か、繰り返し使えてたね。まあ、ちょっと場に出す動物は揃えときたいんで買うか。んー、あとは、あ、これいいね。ダメージを受けたら、ターン開始時に2枚追加で引くと。3ターンごとにカード1枚を追加で引く。重ねていくのかな？レア度高いんでその可能性あるよね。タッカでも。うわ、借金か。いや、さすがにこれ高いね。ライカロケット1回あるからいいか。あんまり無駄にね、買ってもっていうとこがあるから。休憩やカードの強化、気前のいい休憩所、気前のいいがつくんだね。次のターンに人参を得る、人参を得る、人参を得る。ちょっとわかんないな。ウサギでいいかな。人参カード1枚引くか。まあ使えばいいんでしょ。使うカードがいいんだよね。使うで言うと、絶対使うってなるとやっぱり、廃棄じゃなくてよく使うのであれば、アルパカとかほぼ強制的に使ってる。やっぱ1枚のがいいかな。ファニックスヒヨコ行こうかな。これ使ったっけ？無限に蘇るヒヨコね。1体ですけど。ポニー。まあ、クロスボウとかかな。まあ、使うカードなら何でもいいんですよね。これかな？多分使うと思うんで。気前のいいマジックバリアと。よし、行こう。さあ、来ましたね。ボス基本変わらないんだね。デイリーとかで変わるのかな？一回行ってみたいよね。前はこいつらと戦った時に同時に倒したんで、あんまり被害なかったけど。まあ、最初は、フィーバーを貯めたいのもあるけど、まあ、クロスボウ、羊、引き直しいくか。で、この1枚できた剣いいね。アルパカがいるか、ちょっと追加アルパカで、今それてるここかな。まだそう、1枚か。これはまだ待とう。で、アルパカを出せなかったと。マジックバリア、剣。戦闘中で、まだ行ったんすよね。で、シャーバリこれ廃棄なんで、馬しかないか。右だね。で、次来るんで、アルパカを右の方に置いといて、フェニックスヒヨコ行け。ライカロケット、アルパカ右に出すか。あー、死んだ。まあいいか。ライカロケット、盾はもうないか。使ってまだ6ターンか。マルク得ます。いいねいいね。右にだいぶ与えてるよ。左行こう、左。アルパカが、あれ？いないか。呪文カード1枚っすよね。左。これいくか。グランシャリオンプラスを手に入れる。グランシャリオン45ダメージを7回ランダムに与える。すべて捨ててその枚数だから1枚なのかな。2枚か。いいね。あれも含むんだ。使えないか。
よしよしよし、右死んじゃったね。ちょっとうまくいきたいけど。いけ、羊。どう30ユニット、いいね、この強さよ。アルパカ、アルパカいっぱいいるけど、いけ、アルパカ。これ右行くんじゃないか。でもどんどん行けた方がいいか。どんどん使いましょう。千本桜。オッケー、かっこいい千本桜。何ダメージいったんだろう。見るべきだったね。グランシャリオン強いね。で、あのカード1枚から使えるっぽいので。千本桜すごいな。最後の一発で963ダメージと。フェニックス意欲を無限に蘇るから、剣の効果がどうなるんだろう。消えちゃうのかな。他に移ったりしないのであればね、どんどん増えるわけでしょ。ドラゴン、オーバーロードにドラゴン1体で挑発あるね。これドラゴンかな。5回挑発する。あー、なるほどね。まあ死ななければ続くんですけど、そういうことか。行きましょう。タンク的な感じになればいいな。廃棄の効果を無限に変更する。使用者も廃棄されない。獲得時すべてのカード1枚ずつコピーする。なんか あったことない、こういうやつ。あれなかったっけ、そういう同じような効果のやつ。カードデッキに加えるたびアップグレード済みの複製を1枚追加。これか、この劣化版かな。だよね。廃棄無限どうなんだろう。廃棄することによって効果得るやつもあるから、これいってみるか。多分使えなくなるカードとかもあると思うんですよね。ショップ行くために真ん中をいますか。混乱、はてなはてなはてなアニマル。あー、わかんないんだ。引き直せばいいんじゃないの。あ、混乱の枚数は継ぐんだね。痛い痛い痛い。いけ、オッケー、あと真ん中だけ。強いな、グランシャリオン。あとヒヨコがいけも終わるな。これ消えないの、これは。混乱がずっとついてるね。千本桜いっちゃった。まあ消えないからいいんでしょうね。待ってれば終わるね。アタックどんどん使いましょう。全体ダメージか。まだあんまり稼いでないからね、いかないけど。いけ、やってみる。34本付与きた。いけ、終わりだ。かっこいい千本桜。バーリーかっこいいよね。他のカードも欲しいね。千本桜弾幕シューティングプラスワン、敵リーダーに1ダメージを4回与える。このカード何回でもアップグレードできるで、使うたびにアップグレード。どっちが振るんだろう。ダメージじゃなくて回数かな。無限、まあもともと無限がついてるといった感じかな。いや、どうなんだろう。多分もともとついてるよね。ヤギは違うな。ヤギカードを使うたび一番近くの敵に3ダメージか。まあ面白そうなんでこれかな。どういう強化で入るんだろう。プラス2になる。あ、6回に増えるんだ。これ強いよ。強いかな。魔力で上がるよね、多分。それを含めれば、回数で強くなれば。まあ、軽い千本桜のような。ショップが先に1個もないな。ショップ行っとくか。複製されるんでね、売るっていう手もあるもんね。俺が守ってやる。かっこいいバリーのカード。
カード1枚引く範囲内の味方のアニマルや建物にバリエーションを展開する。おー、これいいね。買っちゃおう。待てよ、他も見よう。バリーから買っていきたいな。伝説の剣、召喚されたアニマルに剣を一つ付与する建物1台建てる。挑発があるけど無限か。この2つかな。うん、まあこんくらいですかね。いきます。枚数えぐいね。まあその分体力増えるからありっちゃありなんだよね。でここ左行っとくか。ネズミかな。スケイブンですね。フェニックス横行きたいね。フェニックス横からのまあ剣か。ロケット最初多分カードでしょ。まあじゃあアルパカ左から出るから右に置いとくか。6枚、何枚来たんだ。弾幕シューティング、剣、いけいけ。このカードもだいぶ強いね。気前のいいドラゴン行け。あ、そっか、全バッチ流れるんだ。1回で全部行くんだね。いいね。あ、こっちそうか、後から出したらそうか。ターンの最初でドラゴン出すのが一番いいんだよね。ファントム使うと消える。カード入れ替えると。あー、でこれもう使えなくなっちゃったよね。サルベージ。ドラゴン強。アルパカいけ。終わりだ。ドラゴンやばいな。いいね、強化したいね。テスラ、敵アニマルを攻撃するテスラ、挑発もあるか。この使用した無限の弓1回につきっていうのはカードを含めて全部なのかな。4枚あった場合どれを使っても上がるんですかね。テスラも気になるな。まあでもこれかな。何枚、もう4枚でしょこれで。ですよね、4枚入ってるんで。ドラゴンも2体いて、2体召喚の方を出せればもう最強だね。手札が多いな。開花してないんだよねこれ、多分してないよね。休憩所行きますか。でしゃばりか、勝手に使うやつね。まあ休憩かな。卵一旦の間に2枚のアニマルを使用するたびヒヨコを3体召喚する。ヒヨコいっぱいいるんだよね。これか、終了時ヒヨコ3体があるから、まあ出てるんですよ勝手に。なおかつってのはいらないんで、ちょっと右見ましょう。ウサギや馬を10体召喚するたび次のターン開始時に人参ね。まあウサギ馬いるはいるけど、今羊が一番多いと思うんで、まあ、ヒヨコですかね。これ微妙だな。状況的には良くないカードですかね。さあエリート行きましょう。エリート戦闘休憩かな。まあエリート戦闘イベント休憩かな。あ、まだ関係ないか。剣、ドラゴンを右に添え、左かな、左に添えて、ロケット、ドラゴン右。2枚か、これで。2枚だね。で終わって次ね。あれ痛いな。どうにかしてほしいよ。
終わったんじゃない？めちる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 。オッケー。一瞬。やっぱ多分含んでるね。とんでもない数の羊が敵の襲いかかってと。もういいかな、4枚あるんでね。もうこれしか来なくなっちゃうんで。カード1枚引き、そのカードを使用する。そのカードが呪文であればこれを繰り返す。あー、じゃなければその使用で終わっちゃうのか。こっちも引くだね。カード1枚引く、これがこのターンに使用した2枚目のカードならもう一度使用する。あー、ハイパーオーブかな。で、戦闘でイベントでいいか。戦闘イベント休憩だね。さっき言うて結構食らったんでね。わかんねえ、ドラゴンでしょこれ。よし、まあ、色でわかるんでさすがに。いいね。おお。これ多分また千本桜かな。あ、違うか。ダークマターだっけ。まあ、レリックでアニマル2回も使っていきたいんだけど、そんなにアニマルが来ないっていうね。よし、潰せ。これいけるな。これヒヨコが出てくる。ドラゴンいいね。だいぶ変わってくれた戦況が。ダークマター増えますね。それ以外でいきます。自動収穫、各ターンの開始時武道団ファントムを2枚手札に加える。使ったらってことかな。ファントムは、あ、武道団のファントムか。スピードギア、オーバーロード1で味方の建物が2台以上ないと使用できないで、カード3枚引く。あ、ないといけないのか。置けるかな。まあじゃあこっちかな。ファントム武道団で打ちまくると。まあ、ドラゴン千本桜強い。43回645ダメージか。まあ、基本剣をね早い段階で付与できまくるんで、4個付与できて、建物があれば5、6個になるのかな。だからだいたい4ターン5ターンくらい経ってくればもう仕留めれるほどの火力になるから、ボス戦の後のやつもね期待できますよ。どうしよっかな。黄金の巣、あー、ひよこいっぱいいるからね、できなくはないか。手札にひよこがあれば全てのひよこをニワトリに進化させる。まあこれかな。なら売りたいな。売れないよね。体力か瞑想。お、これってあれじゃないの？ん？はてなですね。いきますか。キサーラ。ライオンになったよ。どうしよっかな。これまずいよ。クロスボウ。収穫、引き直しましょう。使えないけどね。ここか。倒したが痛い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 。立てほしい。これいくか。ドラゴン、あ、ドラゴンいいね。この辺かな。ドラゴンじゃないけど、何を見た今。痛い痛い、死んじゃう死んじゃう。
アルパカ一体アルパカ一体ロケットで、あ、こうだよね。盾来た、盾来た、よしよしよし。アルパカ右にめっちゃ出そうで、剣来ましたね、やっとね。盾消えて、守るではないか。剣でアルパカ、盾つけ、ウサギやって、人参からブドウ団いっぱい、グランシャルドラゴン行って、ドラゴン行け、ロケットこれ仕留めたいね。横のラインが一緒だ、ドラゴンのせいでちょっと失敗したか。いけ、よし、落ちましたね。剣は80本、いけ、千本桜、おおすごいすごいすごい、もうほぼ死んでいる。ここダークマターでしょ。千本桜来たよ、狂い咲いたね。4600ダメージ、ほぼそうでしょう。ちょっと手札が多すぎてね、展開が全然うまくいかないけど、最後来ました。3000ダメージですね。いや気持ちいいね、この、まあ、コンボじゃないですねこれは。これがよくわかんないけど、今願いを叶える時って来て倒しまくると。で時間だったはずなんで使いまくろう。世界と眠りにつくがいいと。何回か行ったら何かがあるのかな。これにかけよ、羊ちゃんに。1個目は行きたいよ、でも最低ダメージ系で行こう。あ、今忘れちゃったきついか。 OK、 追加が入って、演出いらない、演出いらない。ドラゴン、ロケット、フェニックス、ヒヨコヒヨコ違うか。乱射量で消えちゃって来たね。これか、全部羊にしましょう。専門桜まで16本か、これ行きたいな。あと1500、10秒、お、なんか変わってない、時間が伸びている。ファントム全部使い、フィーバー、フィーバーファントムか、画面がすごいです。引き直して、君を、君、重い重い重い、画面が重い、剣がすごいですこれ行ったんじゃない？行ったね。落ちないんですか、これは。でもこういうことですよね、ダメージって。あ、ユニット最大数いってるね。専門作り行け。引けない引けない引けない。終わってない。ターンが終わってない。お、行ったんじゃない行ったんじゃないこれ。おお、まだまだ行ってる、まだ行ってる。
けないんだけどカードが引けないよ。はい、これはこういうもん。ユニット減らす、ちょっと減らします。変わんないね。もう待ちますか。終わんない専門だから。いやー何もできないよこのターン。もったいないな。え、何これは、終わりとしてはいいの？何かがあったんですかね。ちょっとしてますけど、まだなのかな。いつかこれが孵化するんですかね。もう狂ったよ最後。画面が設定かな。ちょっと一応1万ダメージいったんですね。いや面白いですね。今回面白かったね。バリーも、まあ、リリスが完全に分からずやってたからね。それを踏まえた上でやった場合もバリーでき楽しかったね。これだよこれ。無限線かな。ちょっと線でいってみますか。ちょっと今回もったいないかもしれないね。本来なら持っていけたかもしれないと。フリーズする可能性あるみたいですけど、まあ、多分剣付与とを踏まえてめっちゃ重くなってましたね。うん。で、まあ、変わったりするんですかね。オールマイティとか動物の村とか見てないけど、いつか増えるんですかね。とりあえずバリー終わりまして、ベーシック一応最後ですかね。最後がシュガーと。いや可愛いね、服も可愛いですよ。で一応ねハードとなっていて、何が難しいんだろうね。体力は変わらず、まあ回復とかがないってことかな。リリスは回復できて、バリーは体力が増えると。かデッキかな。ちょっとデッキ見ますか。まあ、ただね、普通にデッキは後から入るから、あんま関係ないと思うんですけど、シュガーデッキ。建物とアニマルが多くて、アタックがそこまでないか。比べたらそこまでないかな。アニマルが多いね。弱者狩り。で呪文が割とレア度高いのだと多いか。ロック系がちょっとあるけど、あ、グランシャリオが普通にあるのかな。まあこれはやってみてだよね。バリーが大体ほぼ攻撃なんですよ。攻撃と呪文でできててね。え、まあちょっと最終の方出てこなかったですけど、リミットブレイクはあれか、取れたかな。まあ、千本桜ですね。まあ、この羊ね。の2強で戦ってましたね。まあ、他もね、できたら出していきたかったけど。まあ、これだよね。千本桜。キングダムアーツとかも使ってみたかったね。まあ、そう考えてやっぱリリースが一番使いやすいのかな。うん、チャージビームとかだいぶ使いやすいもんね。まあ次回はシュガーですね。まあどんな感じかはちょっと触っていかないと分かんないですけど、まあどのデッキでいこうかな。見た感じ動物はいるんですけど、あんまり挑発系がいないと思うんで、また挑発が足りないときついから、まあ、今回の場合ドラゴンがね入ってくれたんでなんとかなったけど、まあ、ズートロピカルは入れようか。でカードダンサーが呪文系になってくるんで、まあ、呪文アタックかな。大体呪文か。多分これカードダンスズートロピカルでいけるよね。まあそんな感じでいきましょう。